しんちゃん捕まる覚悟でやってるんだって。もうそれね、お前こないだね、酒井一文字光秀ってキーワード出してんだから、お前もうこれやばいからね。おい。なあ。まあいいけどよ。ぶっ刺しちゃうんだ、俺のこと。かわいいね。おう、レンコン。音取れる？音取れる？あ、どうもです。わかりました。誰か。ハウってっかな？ちょっと待ってね。ハウってっかな？ちょっと待ってね。これでいける？これでいける？あー、ハウってるわ。あ、どうも。あー、ハウってるわ。ハウってるんですけど。ハウってるんですけど。あ、大丈夫ですか？あ、治ったよ。治ってます？何ですか？しんちゃん何？しんちゃん何？あのね、僕正式名まで言ってませんけどね。酒井一文字しか言ってませんけど。うん、分かったよ。分かったよ。はい。うん。でも俺にはもう関わんなよ。でも俺にはもう関わんなよ。なんでいいじゃないですか別に。まあ自分の枠で俺のネタを出すのはいいけど、俺のネタを出すのはいいけど、家まで押しかけたりとかって、家まで押しかけはないだろうって、もう普通じゃねえだろう。え、だって僕は普通じゃありませんの。僕は普通じゃありませんからって言ったら、それじゃあもうしゃあねえなって俺なっちゃう。それじゃあもうしゃあねえなって俺なっちゃうよ。うん、わかった。うん、わかった。で、ブロックするんですよ。さよなら。ね、いつものことだよね。さよなら。ほらね、じゃねえんだよ。付き合いきれいに普通じゃねえのと付き合うの嫌うようなまともな人間いるわけねえじゃねえかよ。なあ。普通じゃねえって本人が言ってんだから、ああ、そうですかで終わりだよ。そう、まあね。ああ、ブロックするんですね。いや、そらそうだろ。僕は普通じゃないんで。僕は、酒井一文字までしか言ってませんから。僕はそこまでしか言ってませんけど。なんだそれ。マーボーいらっしゃい。震えてねえよ。傍若とも確かに狙われる。例えばノリ弁誰？変な人って。うん？誰？ゆかいらっしゃい。誰かな？俺別に変な人に誰にも狙われてないんだけどね。うん。バールなんかやられたら警察電話するだけだから。うん。死にたくねえから。せっかく、優しい、ねえ、女性がそばにいてくれるんだから、
長生きしたいから。はい。死んだように生きてもな、まあ俺は楽しく生きたいんだよ。うん。だから乗り、つってよ。言ってみろよ。てめえもブロックいねえんだもん。いらねえよ。おめえもクソ野郎が。ゴミがよ。話聞いてねえのかよ。誰だって聞いたんだから。答えろよ。答えれねえんだよ。煽るな。俺を。な。長生きすっかな、どうかな。でもな、力也が亡くなったとか、そういう話になってんじゃん。まあ俺はあんまりその話は、タケちゃんの時もそうだけどよ。うん。タケちゃん、亡くなったのがいくつの時だっけ？俺より一つ上だったからな、タケちゃん年齢は。50、俺が50の時か。だから51か。うん。ガメラもだから体言わしてんだろ。だから大腸がんだっつってたよ、ステージ4の力也は。俺事前にリスナーからはそういうのを聞いてたけど、俺は直接は話したことないから。うん、映えがわかんねえな。あれは嘘つきっぽいしな。うん、俺に、力也、もともと太ってたんだよ。森とか、野田ぐらい太ってたの。もうガリガリに痩せてたらしいぜ。ガンってこんななんだ、みたいな。俺なんかほら変わんねえじゃん。体型が、昔から。なあ。だから、うん、あれはガンじゃないからな。うん、一撃だった。あれだってタケちゃん、俺とまた大阪来て飲もうぜって約束してた後だったからな。そう、一発だよ、いきなりだよ、ドーンって。うん、だから人間って病気を患って病院行ってどう、まあ治るだろうけど、一発は、でも逆には一発がいいんじゃねえの、本人的には。寝てる間に亡くなってんだろ。うん、どっちがいい？ああ。俺はどっちがいいかな？長患いは嫌だな。ああ。一発はいいよな。ああ。だからあれやれこれやれって言われても俺やらないじゃん。なんで俺がそんなことやんなきゃいけねえの？嫌い、例えばね、俺に茶爆投げてようが何にしようが、うるせえなこいつって言ったらカットだから。ああ、もう来なくていいよ、俺の枠は。全然。逃げ続ける、全然。逃げ足早いから、俺。はい。
読めるから。クソってどこ行ったの？わかんない。って言ってたっけな。まあいいや、聞きながらし、まあまあでもこの時間だからな、仕事っていうわけじゃないだろうけど、うん、飲みながら聞いてんのかな、家で。幸せよ、俺は。うん。なんだかんだで。うん。あと1時間半ぐらいだよな。ありがとうございます。いただけるものは全部いただきますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとう。もう全然、うん、いただけるものはいただいてますから、何かあとはそちら側でよろしくお願いします。うん、あとはもうアンジがぐぬってんだ。全然、野球は野球でもうヤクルト優勝でいいんじゃね。クライマックスがどうなのかなぐらい。興味がなくなったっていうか、優勝ってなったらうわーってなったけど、なんだやっぱダメだったかみたいな。うん、かたやオリックスはな、だから、関西やれるのかなみたいなっていう体だったんだけど、そうでもなかったのかな。甲子園、
準決ぐらいからの甲子園が好き。うん、準々決勝、準決、決勝ぐらい、この3試合ぐらいは好き。うん。そうそう、俺、うん、100回記念の、うん。もう初戦とかに。もうこっちが勝つって思う。上がってこねえと。うん。国学院、久我山、まあ日大も強いし、あとは素顔も強いし、あとは強いなんだけど、銀ちゃん。フラットはあのナムル決まった。あら関東はそんなに優勝するようなチームはないのよ。帝京なんかもうないし、昔はオビリンとかあったけどね。オビリンね。やっぱよ、大阪なんなっちゃうんだろうな。理性か。遠い？もうここになっちゃうんだよな。ああ、群馬の？あそこもね。もうそこしかねえ。だから変な話よ、二枠にした方がいいよ。だってよ、東京がよ、二枠じゃねえかよ。西東京、東東京で。で、神奈川も数字としては二枠取ってもいいんだよ。あそこ数字が多い。東海大とかあるし。な？なんでかは知らねえけど、横浜高校とか、ああいうのなんで二枠にしねえのかな。どっちみち当たっちゃうのか、そういうことか。まあ甲子園の話なんてみんな面白い。え、むしろ盛り立憲民主の枝野が寝言みたいなこと言ってるけど、あれ見ると
チャンマンの弁護士じゃ、昔のな、あいつが弁護士やってた頃な、高山法律事務所っていうとこにょ。ああ、俺ら立件なんか入れないよ、そんなの。だってお前ら思い出せよ。ミスでよ、さんざっぱら日本ガッチャガチャにされたんだで。なあ。おと、とりちゃんありがとう、まあ、決まった。忘れんのか。ねえから。残念ながら。おかわり取ってきまーす。今日坊ちゃん来んのかな、わかんねえな、あの子。突撃隊長だからさ。